10月17日、2002年の今日は劇中の出来事、五十嵐隼人内閣が発足された日です。今こそ強いリーダーシップが求められています。頼みますよ新総理。怪獣に対する戦闘を専門に行う対特殊生物自衛隊、今まで幾度となく防衛に成功していましたが、ゴジラには全く通用しませんでした。当時、科学技術庁の長官だった五十嵐隼人は、ゴジラに対抗しうる兵器を作るため、発見されたゴジラの骨を利用した計画をスタートさせました。その後完成した三式気流と、それを運用する五十嵐内閣。対ゴジラ戦の準備が完全に整えました。